令和2年5月16日、治療代として8950円。はい、どうも皆さん、こんにちは、からです。ということで、今見せた領収書は何の領収書かと言いますと、本日が5月17日、そして昨日のね、5月16日にですね、私ですね、なんと下の親知らずを抜歯いたしました。はい。というのも皆さんご存知の方もいると思うんですけども、今私、歯列矯正しておりまして、歯列矯正の段階でね、次のステップに進むために、下のね、こちらの右の親知らずを抜歯いたしました。で、この動画はですね、今これからまさにですね、親知らずを抜歯しようとしている人に向けてエールを送る動画でございます。というのもですね、正直な感想を言います。バチクソ怖かったです。はい、バチクソ怖かったです。ほんとね、やっぱさ、埋まってるものをね、皮膚をひっくり返してそこをグキッとね、抜歯するっていうのはなかなかの恐怖なものでございました。で、実はですね、私ね、抜歯する前はとてもとても恐怖でですね、もう本当に震えながら歯医者さんに行ったんですけども、終わってみるとですね、これが意外となんと、肺にも全く痛くないんですよ。はい。でもですね、親知らず抜歯した後ってね、結構ね、下の歯って特にね、この神経が通ってるので、結構ぼっこりね、腫れたりする人もいると思うんですけども、私ですね、全く痛みもなく、そして見ての通りですね、全く腫れず、なおかつですね、もうそろそろ治りかけのような形で、ね、薬もね、1日おきに飲んでるんですけども、全く痛くなくて、しかも腫れもせずね、順調に回復している様子でございます。はい。というのも、先生の腕がめちゃくちゃ良かったのかもしれないですけどね。はい。というのもですね、親知らずっていうのは、上の親知らずを抜くよりも、下の親知らずを抜く方が痛くて危険というふうに言われています。なんでかっていうと、下の方がですね、顎にかけて、ベロとか唇の神経が通ってるということですね。ここの神経が通ってるので、ここの神経の近いところにね、皮膚にメスを入れて、親知らずをグキッという形で抜くので、ここでね、結構腫れてしまう人っていうのが多いと思うんですよ。僕もね、結構親知らずを抜く前にですね、いろいろな YouTube でね、いろいろ調べたんですけども、親知らずの下を抜いた人ね、もうこんなに腫れちゃってね、もう氷水当てながらね、あ、もう今親知らず抜いたんですよ、めちゃくちゃ痛いですみたいなね、動画の人をね、見てたんで、ものすごい恐怖だったんですけども、親全く、もう麻酔もとっくに切れてて、もう薬だけ飲んでるんですけども、もう全く全然痛くないですね。もしかしたらもうすでにですね、親の下のね、親知らずを抜くための治療技術っていうのはもう発達していて、もうこんなに腫れる時代っていうのはもう終わったのかもしれないですね。もう今はね、もう手際よくね、もう手術時代も1時間もかかってないかな。麻酔込みで、麻酔を打って施術して、はい、抜けましたよ、今から針で縫いますね、もう全て込みで1時間ぐらいでしたね。はい。そんな形で、ね、今もう技術が発展して、もう痛くない抜歯の仕方っていうのがあるのかもしれないですね。はい。なのでね、まあ、工程といたしましては、まず皮膚をメスで入れて、親知らずをですね、リューターで削るんですよ。そう、親知らずをリューターで粉々にして削って、根っこをどんどん前へ持ってきて、削って持ってきて、削って持ってきてっていう、その作業の繰り返しですね。まあ、これ聞いただけでも心が震えるぐらい恐怖だと思うんですけども、まあ、麻酔効いてるんでそんなに痛くないっていうか、全然痛くないです。はい。まあ、でもそんなに痛くないって言っても、まあ、ちょっとは痛かったかな。うん、ちょっとは痛かったけど、まあ、麻酔をね、効いてるので、まあ、我慢できる痛みかなというふうに思います。というのも、昔僕粘液の方を摘出手術しましたっていう動画をね、チャンネル登録者200人の時に言ったんですけども、粘液の方の手術の方がめちゃくちゃ痛かったです。そう。粘液の方のね、ベロの下にね、僕粘液の方できてしまって、それを摘出手術したんですけども、その時は麻酔切れた瞬間、めちゃくちゃ痛かったです。はい。というのもね、もう夜も眠れないくらい、もうね、ロキソニンなんてフリクスクのようにね、もう飲んでも全然治らないくらいに、それくらい痛かったんで、それに比べれば全く痛くないですね。はい。なのでね、粘液の方のね、激痛のね、手術を経験したからこそ、まあ、こんだけね、痛くないような形になるかもしれないんですけども、ただね、今のね、抜歯術技術がね、多分進歩したんでしょうね。多分ね、そんなに皆さんもね、心配する必要ないと思います。とはいえ、バチクソ怖いですよね。もう僕も本当に怖くて、もうね、手術前とかはもう心臓バックンバックンでね、もう本当夜も眠れないくらいのね、それくらいもうすごい緊張してね、怖かったんですけども、今はもう全く、はい、昨日抜歯したとは思えないくらいもう全然痛くないですし、食事も普通にもうできます。はい、なので歯磨きも全然できますしね。なのでね、これからね、もし抜歯をね、控えてる皆さんがこの動画を見てくれたらね、少しでもね、元気になってくれたらいいなというふうに思います。はい、抜歯しても大丈夫です。下の抜歯でもね、全然痛くないような、手術方法もあるので、そこはね、先生を信じて、頑張って抜歯してきてください。あとですね、歯列矯正の先生にですね、面白い話を聞いたんですけども、歯列矯正をしに来る人の中に CA さんを目指している人っていうのが多いみたいです。
たいなんですよ。やっぱりね、採用試験の時に歯列矯正でね、やっぱりワイヤーついてるとダメみたいで、やっぱり笑顔をね、大事にする職業ですから、やっぱり歯並びってめちゃめちゃ見られるみたいですね。はい、やっぱり歯並びが綺麗じゃないと、やっぱ CA にできなれないというね、そういうね、やっぱ厳しい世界みたいですね。やっぱり海外とかだとね、やっぱ歯列矯正って当たり前のようにやってますけど、日本人ってそこまでやっぱ歯並びに気を使わないですよね。はい、トランプ大統領と安倍首相の歯並び全然違いますよね。トランプ大統領の歯並びめっちゃ綺麗だけど、安倍首相の歯並びガタガタで汚いですよね。はい、それくらいですね、日本の首相でさえですね、こちらの歯並びとかね、歯のね、あの綺麗度っていうのは全然違うみたいで、やっぱりね、日本人はやっぱり歯並びとか歯の綺麗さっていうのはやっぱり鈍感みたいですね。その点ね、やっぱり海外はね、あの歯列矯正が保険適用だったりとか、なんかホワイトニングとかね、定期的にやってる人が多いなという私の印象でございます。はい、なのでね、そんな形で皆さんもね、歯並びいかがでしょうかね。別にね、あの笑顔をね、見せるような職業じゃなければね、別にいいと思うんですけども、やっぱね、歯並び直すとね、睡眠の質も良くなりますしね、やっぱ滑舌とかもね、だいぶ良くなりますよ。はい、今ね、私ねゴムのワイヤーかけてるんでちょっと滑舌悪いと思うんですけども、まあこんな形でね、歯列矯正頑張っていきたいなと思っております。ということでね、このチャンネルではね、 JGC 事業 SFC 事業のお得な情報を毎回やってるんですけども、たまにこういったね、あの日常的なあの話もね、盛り込んでいこうかなというふうに思ってますので、この動画でエールをもらったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント欄、グッド評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。